初はこちらのコーナーからです。皆さんご一緒にタケウマクッキン。さあ今金柑が旬ということで、はい、店頭でもねよく目にしたりとか皆さんもご自宅にあるという方もね、多いと思いますけれども、はいはい、そんな金柑を使ったおしゃれな一皿を教えていただきましたのでご覧ください。テギウマクッキン。今回ご紹介いただくのは達也川越宮崎の料理長田口信之さんです。田口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回はどういったメニューでしょうか。はい、今日はですね、チキンと金柑のサルサですねのサラダ仕立てをお作りされます。まあまたねおしゃれな一皿ができそうですよ皆さん。ではよろしくお願いします。では材料です。鶏胸肉1枚、塩コショウ、白ワイン、エキストラバージンオリーブオイル、イタリアンパセリ、チキンコンソメはすべて適量です。野菜のサルサはピクルス野菜分量分、金柑5個、蜂蜜、塩コショウ、エキストラバージンオリーブオイル、レモン汁が適量です。お好みで付け合わせ用の野菜を準備してください。ピクルスの野菜は紫玉ねぎ、赤と黄色のパプリカがそれぞれ1/4個、きゅうりが1/2本です。マリネ液が水 500cc、 白ワインビネガー 90cc、 グラニュー糖 25g、 塩 17g、 黒胡椒、コリアンダーが5粒、ニンニク1かけ、タイムが1本、ローリエが1枚です。じゃあ田口さん、まずは今日はチキンですね、はい、今回はこの皮の部分はもう取り除いてください。外してもらって、そしたらここに、塩と胡椒をしていきます。はい、はい、塩は結構しっかりめにしてくださいね、裏表。はい、でしっかり押さえてもらって、はい、そしたらここにパセリですね、今日はイタリアンパセリですをみじん切りにしてあります、はい、これはもう粗めで構いません、うん、これは香り付けですね、結構まんべんなくつけてください。はい、これもしっかり押してあげて、はい、とここに白ワインですね、この白ワインでちょっと鶏が柔らかくなるので、あとオリーブオイルです、これ香り付けですね、はい、と表面がこう乾かないようにする役目ですね。なるほど、これもしっかりなじませるんですね。はい、この状態で一晩冷蔵庫で寝かせてください。ではこれを加熱していきます、はい、今日はお湯を沸かしてます。この中にチキンコンソメですね、こちらを入れていきます。今見てもらうと分かるんですけども、湯気は出てるんですけども沸騰してないですよね、はい、このくらいの温度でこのチキンを入れていきます。はい、この状態ですね。沸騰させるとどうしてもですね、チキンが急激に火が入ると硬くなってしまうので、ゆっくり低い温度で30分程度火入れていきます。そしたらこの状態で火が入ったらですね、もうこのままの状態で鍋ごと冷やしてください。パサパサにならないようにこのスープにつけたままで冷ますのが一番いいですね。田口さん、続いては金柑ですね、はい、立派な大きな金柑、大きいですよね、うん、今日のはこれたまたまです。あら、それのエクセレントです。いやー、すごい、一番最高級のやつですね、はい、でこれ切っていきますね。はい、でこのヘタの部分だけは取ってもらって半分にしていきます。はい、はい、そしたらこの種を取ってもらいます。これ必ず残さないようにして取ってくださいね。ではこれを3等分ですね。3等分。はい、3等分に切ってもらって、だいたい2ミリから3ミリの角切りですね。はい、金柑のサルサを作っていきます。はい、分量のピクルスのジュースの中に、これは一晩漬け込んだお野菜ですね。いろんなお野菜でも全然あのマリネ汁だったら大丈夫ですので、大根とか入れてもらうともっと美味しいかもしれませんね。なるほど、では合わせていきますね。はい、じゃあ先ほど切った金柑ですね、うん、たっぷり、金柑は結構たっぷり入れてもらっていいです。でこの中に味をしていきます、はい、まず塩ですね、塩は結構しっかりめに入れていただいて結構です。レモン汁ですね、一応酸味があるのでこれは補う感じで柑橘系のものを入れていきます。はい、こちらは蜂蜜ですね、蜂蜜が入るんですね、
はい、こんな感じです。作りたてはどうしても金柑のトゲトゲしさが残っているので、できれば前日に作ってて冷蔵庫で一晩寝かせた方が美味しいと思います。じゃあ今日のお料理は割ともう前日から仕込んで、当日パパッと仕上げる感じがいいかもしれないですね。田口さん、こちらが一晩経ったチキンですね。はい、スープに漬け込んだまま冷ましたものですね。はい、はい、これを切って持っていきますね。もう、はい、切り方はもうお好みでいいんですけど、今日はもうカルパッチョみたいにこう変に切ってお皿に広げてみますね。はい、なんかしっとりしてるの分かりますね。水分がまだ残ってる。そうですね。あと今日はこうやって薄切りにしますけども、うん、バンバンジーみたいに細切りにしていただいても結構です。だからこの後は先ほどのサルサをかけていただいて、お好みでお好きなお野菜を飾ってもらってサラダ仕立てに仕上げてください。ということはその後はまたお楽しみの試食の時間ですね。はい、でもお花畑みたいですよ。綺麗ね。香りもねすごくいいんですよ。いただきます。うん、フルーティー、香りがすごくいいです。いろんな種類の酸味があるんですよね。甘酸っぱさだったりとか、ピクルスの酸味だったりとかで、この鶏肉がすごく柔らかい、ホロホロっとジューシーですごいですね。サラダも一品にしとくのはちょっともったいないぐらい。あとこれ のチキンを火入れた時のスープは卵とかわかめとか入れていただいて、うん、スープにして召し上がっていただくといいと思います。じゃあこれを作ったらですよ、サラダとスープとまたそこにもパンとか添えたら、そうですね、立派な、もう皆さん献立になりますよ。まあ、この見た目でも楽しめる、そしてお味ももちろんですし、いろいろと楽しみ方ができそうなね、はい、レシピですので皆さんもぜひ挑戦していただきたいと思います。さあ今回は達也川越宮崎の料理長田口さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でしょうか。もう本当におしゃれな一皿に金柑がね、あんな風に変身するなんてびっくりしませんでしたか。どう、びっくりしましたか。食べたね。あけくんどうでした。やっぱりでも金柑って、まあ、今ねそのまま食べても本当に美味しいものいっぱいありますけれども、こんな使い方もあるんだなって本当思いますよ ね、うん、そうね。ちょっとまたそのままね、はい、ちょっと曲がって、はい、ありがとう、どうもありがとうございます。あんな使い方もあるんだななんていうふうに思いましたね。いいですね。たけるくんは、いやこれって見た目とかももちろんいいんですけど、うん、栄養的にも多分いいと思うんですよ、うん、お野菜たっぷりだ。そう、ビタミンも取れて、うん、オリーブオイルのビタミンも入って、うん、タンパク質、鶏のタンパク質が来るんで、うん、これはいいですよね、ダイエット。なんか栄養士さんかなんかになったの。いやいやいや、どうしたの。いやこれはほら、ファッショントレーナーのさ。いやいやいや、ね、ファッションはいらないです元トレーナーで、何トレーナーでしたっけ。元トレーナーです、出るんですよ、はい、栄養的にいいと思います。そう、でも本当に金柑もビタミンたっぷりだし、お野菜もたくさん入ってるし、あとピクルスとかで酸味もね補っているので、そういった酸もいいんじゃないですかね、うん、でソースが本当に絶品で、シェフは今日はサラダに使ったけれど、あれをディップみたいに、うん、もうセロリとか、またセロリとかお野菜に野菜をオン、お野菜に野菜を野菜に野菜をオンして食べてもいいですよっておっしゃってて、ね、それはすっごく美味しそうですね、ディップはね、いいんですよ。で、鶏胸肉も普段はちょっとパサつきがちだったりとか、皆さんお料理の仕方ちょっと困ったりとかすると思うんですけど、ゆっくり火を入れて、で一晩そのスープにつけたまま冷ますと、もう本当に切った時に中の真ん中の部分がじゅわってするぐらい、うん、中にジューシーが、結構難しかったりしますよね、本当胸肉はね。そうなんですよ、このポイントを押さえるといろいろなお料理に活用できそうな今回レシピですので、うん、なるほど、はい、前日からできる。前日からそうですね、私はやりますよ私はやりますよ、ね、でもそういう手間暇かけた美味しさというのはあるんだなと思う、さすがプロシェフですね、うん、さすがつづきさん、はい、ありがとうございます。なんで僕まで褒めてくれるの、はいはい、皆さんもぜひ挑戦してみてください。ではプレゼントをご紹介します。
フェニックスシーガヤリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後でお知らせします。川越達也シェフプロデュースのジャンルにとらわれないイタリアン、宮崎の食材の味、食の文化を最大限に生かした極上イタリアンを雄大な日向灘を眺めながらお楽しみください。さあ旬の金柑ですからね、皆さんもぜひご活用なさってください。以上、手毛馬クッキーでした、はい、さあ CM の後は宮西子ども新聞テレビです。油断した